様ら、やる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんかな。とはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが。一生懸命やってるのに何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。もう十分頑張ってるつもりなんだけどな。こんな状態で私たち兵士になれるのかな。だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだよな。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？仲間を見習う？確かに同期には優秀な人がたくさんいるんだし、みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合えよな。じゃあトーマスからどうぞ。あ、俺はあれからエレンとアルミンの二人と交流する機会が多かったんだ。エレンの長所はとにかく根性だな。絶対に諦めない不屈の闘志を持っているやつだ。アルミンの長所は頭の良さと負けん気の強さかな。体力面の不安を補うために陰ですごく努力してるんだ。根性と負けん気か。二人とも訓練に対する姿勢とか考え方に長所があるってことね。うん、そういう長所なら俺たちも見習いそうだろ。それでミーナはどうだった？私はミカサとクリスタの二人と仲良くなれたかな。ミカサはどんな状況でも慌てずに自分の感情を制御できるの。ただしエレンに関すること以外はだけどね。クリスタはいつも周りの状況をよく見てる。仲間の動きにも気を配って。それってすごいことだよね。ミカサの長所は真似できそうにないけど、クリスタを見習うことができそうだな。じゃあ次はお前だ。よし、今回の報告会はこれで終わりだな。話を聞いてすごく参考になったよ。私もみんなと仲良くなれて役に立ちそうなことをたくさん学べたかな。もう豚小屋に帰れなんて言わせないんだから。これからももっとたくさんの仲間と交流を深めていいところを学んでいかないとな。そうだね、みんなと学び合って助け合って立派な兵士になれるようにこれからも頑張ろう。